この作品は夜景になります。ホワイトバランスを白熱電球にしてやや青みを強くしてこうちょっと近未来っぽい感じに仕上げてみました。でこのように暗い場所ではシャッタースピードが遅くなってしまうので、ISO感度を高くしないと手ぶれしてしまうことが多くなります。 ISO 感度を高くすると、ノイズによって画面がこうザラザラした、印象になってしまいます。でも 1.0 型イメージセンサーと1200万画素という控えめな画素数にしたことで1画素の受光面積が広くなっている、それによって高 ISO 感度でもノイズの少ない画質を実現しているんですね。しかも撮影モードを緑色のオートにすると、画像を重ね合わせてよりノイズを少なくするノイズリダクションが働くので、より綺麗な画質を得ることができます。手持ちでもスマートフォンで撮ったとは思えないくらい綺麗な画質ですし、1200万画素でも、ここまで綺麗に、描写できるんですね。雰囲気を変えたいときはマニュアルモードでホワイトバランスを変更して表現を変えることもできます。で三脚を使用してシャッタースピードを長くすることで低い ISO 感度で撮影することができるので、ノイズを抑えたすごく綺麗な写真を撮ることができます。星空を撮影した作品になります。スマートフォンでですね星が撮れるとは、思いもしませんでした。光の量の少ないですね星を、綺麗に浮かび上がらせるには画像処理が不可欠なんですね。でそんな時も12ビットのローデータでたくさんの情報量を残すことができるので、これだけ多くの、星を再現することができるんです。